皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは大西勇さんの DVD というテーマでお届けいたします。大西勇さん、新潟県の経済界では非常に有名な方です。日刊工業新聞の新潟支局長として、そして大西リポートの発行人としてですね、5000人以上の経営者を取材したというですね、素晴らしいジャーナリストなんですね。その大西勇さんと私、実は最初に会ったのが今から13、4年前です。当時その大西リポートをこうもっと売りたいと、そのためにはどのような営業戦略、販売戦略を取ったらいいのかという相談を受けて、当時メルマガを出したりとかホームページを作ったりとかいろんなことをやりました。まあ、その後もずっとお付き合いが続いたわけですけども、その大西勇さん、2017年の8月14日に亡くなられました。昨年よりねちょっと体調を崩してられたんで心配はしてたんですけども、一旦は退院して今年のまた春先から入院されましてですね、残念ながらですね、天国に召されてしまいました。その大西勇さんの DVD の今日は紹介です。実は弊社では大西勇さんの DVD を、4本あるんですね、本当はね。あとはその大西勇さんが発行する大西リポートの、主催の講演会というので2、3本やっぱり弊社から発行させていただきます。で、今日はまず1本目としてこちらですね、120億円集めた男というですね、人脈作りの極意とはという大西勇さんの DVD です。これはですね、もう今から5年ほど前に行ったやつなんですけども、非常にこうショッキングというかな、目から鱗の内容でですね、ああ、こうやって人間関係を築いていく。そして、こういうふうに人間関係から資金だったりとか夢を実現していくんだなっていうのを、まあ、大西さんの実体験をそのまま話されています。で、2つ目なんですけども、それがですねこちらですかね、はい、これが補欠高校が甲子園に行くためにという DVD なんですけども、こちらはですね新潟市にある補欠高校の野球部員の前で行った講演会です。あと一歩の壁を突破する考え方ということなんですね。実は大西さん甲子園球児ということで、どうやったら甲子園に行くため行けるかということを、高校球児の前で講演したものです。まあ、40、50分ぐらいの DVD なんですけども、一流が実行した3つの共通点とか、あと一歩の壁をどうやって打ち破るか、弱小集団を最強集団にする3つのポイントなどが、紹介されています。で、最後のこの DVD がこちらですね、できる経営者はここが違うということで、大西リポート第9巻発刊記念ということになっております。こちらの DVD は私が大西さんにインタビューをさせていただきました。で、新規事業を見つけるにはと、あとは経営が壁にぶつかったその打開策は、社員が言うことを聞かないその打開策は、上手な金のため方とはというですね、確か4、5人かな、こう面白い経営者を紹介していただきました。この大西勇さんの DVD ですね、こちらの3巻、こちらまだ弊社でですね、販売をしておりますので、もし、これは欲しいという方がいらっしゃいましたら、私にご一報くだされば、お送りいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。